K-TUBE をご覧の皆さん、こんにちは、竹岡圭です。今日はですね、皆さん待ちに待っていた方多いんじゃないでしょうか。マツダ MX-30 ロータリー EV、 こちらをご紹介しようと思います。11年ぶりのマツダのロータリーエンジン復活ということでね、注目なさっている方多いと思います。今回のこのロータリーエンジンは発電するためのエンジンとして登場しました。これプラグインハイブリッドなんですよね。 MX-30 ってもともとマイルドハイブリッドと、電気自動車があったんですが、この3つ目のこのロータリー EV ができるのを最初から想定して設計された車なんですって。で、 MX っていうのはマツダの中でも新しい車を作るときに使うコードでして、これチャレンジングな車なんです。まずそのロータリーのメリットっていう意味で言うと、同じ出力を出そうと思ったときにとてもコンパクトなスペースでできるので、そういう意味ではMX-30 という車はもともと3つのパワートレインを持つって決まっていたので、同じスペースの中に室内空間を傷めることなくって乗せることができるっていうのはロータリーのメリットかなというふうに思います。MX-30 ってそんなにすっごい売れてる車種じゃないじゃんだからもっと売れてるやつでやったらいいのにってちょっと若干思ったわけこんな話題性があるやつなのになんで MX-30 なのかなと思ったけど、最初から決まってたんですね。最初から決まってました。やっぱりこう新しい挑戦なので、確かに売れれば良いかもしれない、他のたくさんの車、もっと台数の出る車というところなのかもしれないですけど、まず私たち電動化をリードしていくという意味では、まずこれ新しい挑戦なので、そういう意味ではこの MX の車でまずは一歩を踏み出すという、そういう思いはあります。この車のチャレンジはいろんなところにありまして、これいわゆる最近マツダがやっていた駆動デザインとちょっと一線を画してるじゃないですか。人に寄り添う、そういったところをコンセプトに開発された車なんですよね。フリースタイルドアっていうね、観音開きのドアとか、結構ね、いろんな要素が、ギュギュギュッと入れられてるんですけれども、やっぱり今回のね、ロータリーエンジン搭載したということで注目が集まって、この MX-30 の価値もね、ぐぐっと大きくなるんじゃないかななんていうふうに私は思っております。で、デザイン的にもですね、どうですか、ちょっと生き物を思わせるような顔してません？なんかね、帰ってきた時におかえりとか言ってくれそうなね、ちょっと大型ワンちゃん、ゴールデンレトリバーぐらいかな、なんかね、そんなイメージなんですけれども、非常にですね、温かみがあって愛くるしくていいですよね。駐車場止めていて、ちょっと割と疲れて帰ってきて、車見たら、愛犬が待っててくれたらみたいな、そういう体にしてます。あ、やっぱそうなんだ。それは、それはね、すごい思うんですよ、いたいた、うちの子みたいな、そういう感じの顔ですよね。それもちっちゃい犬で頼りないんじゃなくて、こいつがいたら割と番犬にもなるし頼りになる人みたいな、さじ加減っていうのはそこ意識してます。でもいかつすぎるとね、ちょっとね、うわ、ちょっとセントバーナードじゃないんだけどみたいな、ドーベルマン待ってたみたいな、あ、それじゃドーベルマンまずは怖いから、そういう感じ、ポカプーでもないみたいな感じ、頼れるちょっと中型犬がいて、ゴールデンレトリバーぐらいのね、なんかそんなイメージかなっていう気がしたんですけど、やっぱそういう感じなんですね。そうですね。それはなんかものすごい、デザイン仕事の私にも伝わってきました。これは愛き物っぽいな、そういう表情とか、プレゼンスがポチョンと待っててくれる感じが、それは表現してます。このロータリー EV だけのポイントとしましては、このまずエンブレムですね、これローターのおにぎりの三角じゃん、こういうね、眉型の中にこの三角がぐるぐる回ってるんですけど、それにこのね、ハイブリッドの E をうまくかたどったエンブレム、そしてこのホイール、後ろのエンブレムですね、この E スカイアクティブ REV って書いてありますけれども、このエンブレム、これが、ロータリー EV の、まず変わっているところ。そしてこの車はですね、実は、生産限定車両のエディション R という車になります。なのでボディカラーがこれジェットブラックにマロンルージュメタリックというですね、ちょっと特別色なんですね。で、これ R360 クーペのルーフに使ってた色なんですって。マツダ100周年の時にも使われた色なんですよね。じゃあちょっと開けてみようかな。はい、こんな感じでですね、これはまあ MX-30 自体の説明になりますけれども、荷室、横のね、ここの開口部が広いので荷物の出し入れはしやすいかなと思います。で、ここはですね、はい、ハイブリッドなんで電源コードが入っております。電源コードね。で、この下は、あ、
これもこういうタイヤの、ね、パンク修理キットとかそういうものが入っておりました。でもっと荷物が積みたい方はですね、後ろのシートも倒していただけると荷物そこそこ積めます。私の知り合いの、ね、スタイリストさんが使っているぐらいなので結構容量は積めるんですよね。で、ここ見ていただくと、これ急速充電器使えます。そしてもちろん普通充電も使えます。で急速充電だと、まあ、約25分、で普通充電でもですね1時間50分で、充電できるんですって。でこの1回の充電で107キロ走ることができるので、まあ、毎日ねお家で充電しておけば朝になったらまあ当然満タン、朝にならなくてもね満タンですし、だいたい1日の走行距離、日本人の場合9割の方が100キロ未満の方が多いんですって。となるとほとんど外からの充電だけでいけちゃうわけですよ。だから、まあ、基本電気自動車として考えていただいて、でも電気自動車って万が一充電なくなったらどうしようとかって不安でね、なかなか一歩踏み出せない方多いじゃないですか。まあ、そういった方に、いやエンジンも積んでるからなくなったら大丈夫、発電して走れるからねっていうととても安心できるでしょ。でさらにですね、これすごいのは外に電気取り出すことできます。で普通の1500ワットとか の家庭用のね、そういう電化製品も使えますし、あとビークルトゥーホームといって、これ動く充電池として考えていただけるといいんですよ。ここからお家に電気を送ることできるんですね。っていうことはですよ、キャンプ場なんかで外で使うのは、V2L、ビークルトゥーロードといって普通の電化製品使うんですけど、ビークルトゥーホームの場合は例えばね災害で電気しばらく来ないよという時、これ実はですねガソリン満タン状態で外からの充電も満タン状態だと、なんと 9.1 日分の、お家の電気賄えてしまうんですよね。9日間あればだいたい助け来ると思います。電気開通するところも多いと思います。なのでそういった意味で本当いろんな方向でね、外で楽しく使いたいよ、万が一のこと時にサポートしてほしいよっていうようなところから入っていってもこの車興味湧くと思いますし、あとはロータリーエンジン大好きっていう方がね、ロータリー11年ぶりの復活ですから、そこから興味を持たれた方もすごくワクワクしていただけると思うんです。で、まあ、ロータリーエンジンでそのまま走るわけじゃないですけれども、あでロータリーが積んである車だったらちょっと乗ってみようかな、あ電気自動車ってこんなに軽快に走るんだっていうことを知っていただく、そういった入り方でもいいですし、でまたこのロータリーエンジンですね、今ガソリンで走るというかガソリンで動きますけど、これ水素でも、例えば天然ガスでも、あと新しい、ね、CNG というカーボンニュートラルの、燃料でもすごい対応力があるんですよこのエンジン。だからここから先の未来は結構開けているんですよね。だから本当にいろんなところから入っていただいていいと思います。あとおしゃれだなっていうといいと思うんですよ。というのはね、ちょっとおしゃれの一つというか、この車の特徴的なのはこれなんです。フリースタイルドア、はい、こうやって開くんですよね。いわゆる観音開きなんですけど、でこうやって開いた時に、例えばこうやって乗りますっていう時、ここに車椅子が乗せやすかったり、あと小さなお子様がこうやってこう閉まってると自分でパンとドア開けて出られないわけですよ。そうすると狭い駐車場で隣の車にぶつけちゃうなんて心配もないじゃないですか。だからね、私子育て中の人にもね結構この車便利だなと思います。じゃあちょっと実際私乗ってみますよ。ちょっとね、SUV だから高そうに見えますけど、でも私が今足ベタッとついてさっと乗り込めるぐらいの高さです。でオルガンペダルです。でこれちょっと電動なのでシュシュシュッと上げますが、こんな感じでね、こんな感じかな、はい。でこれはチルとテレスコしますので、はい、お視界的にもですね、これが引っかかるかなと思ったんだけど、ちょうどこの窓ガラスとねダッシュボードのこの境目がこの上に来るので視界が蹴られていることはないですね、これによってね。で結構この画面が広いみたいな感じで、横にちょっとね広めなんですよ。でこの車内装もね結構サスティナブル素材とかを使っていて、例えばこういうところね、はい、他にはない素材でしょ。でこういうとこステッチが入ってたりとか、あとねこれはブラック内装なんですけれども、
こういったシルバーの、ね、アクセントを入れて、非常におしゃれに仕上げられています。でこのエディション R 特別なのはここです。エンボス加工のロータリーのマークがここに入ってますよね。エディション R イースカイアクティブ REV と誇らしげに入ってますけれども、こういったところが、ね、やっぱポイントとなっているんじゃないでしょうか。そしてこの鍵ね、これが、ローターのこうカーブとこれがアペックスのところのこの谷間、これがね同じなんですよ。エンジンの中ってね取り出して触るわけにいかないですから、これが入ってるんだなと思うとなんかちょっとワクワクしますよね。はー、すごい、ここに入れようと思ったんですね。そうですね、うん、キーって手に持つものじゃないですか。はいはい。で基本的に触るもので、うん、形を触って体験してもらうっていうのが、うん、見るデザインじゃなくて触るデザイン。なるほどなるほど。面白いな。カキに入れてくるとは思わなかった。オンチャンドエディションある、イスカイテクティブ REV って書いてありますけど、すごいですよね。最初はここにグラフィック、ローターのグラフィック入れたりとか考えたんですけど、露骨にやるよりもこっちの方が面白いし、うん、触っててこれその1分の1の形がボンネットの下に入ってるって思ってもらいたかった。すごい、いや、よくそこに発想がいったな、さすがだなと思いました。いろんなブレインストーミング担当のデザイナーとしながら、はいはい、こう思いついた時が来たと思いました。おー、やっぱ鍵じゃんみたいな、はい、そしてですね、エディション R の特別なところ、これ見てください、はい、こちらのカーペットなんですが、ここにもねエディション R って入ってますけど、オレンジのステッチ入ってますよね。さっきの外側についてたエンブレムにもオレンジ入ってましたが、自らエネルギーを生み出す色ということでオレンジが使われたんだそうですよ。青にしちゃったら EV と被っちゃうので、うんうんうん、そうじゃない表現の色、はい、で、オレンジに行き着いたんですけども、うーん、赤だとよくあるスポーティーなベタな、ねね、スポーツ仕様みたいなのになっちゃうし、はいはい、まあ、青だとちょっと緑もそうですよね、エコ的なイメージが強いから。確かに、でもまだオレンジのこういう使ったところってあんまりないか。そう、冊子用のなんか技術シンボルで使うってのはあんまりないと思います、ね、うん、ですよね、うん、いや、そういうところも含めて面白いなってすごい思ったんですけど、だからこだわりが半端ないですね今回の、まあ、細かい芸の塊なんですけども、うん、もともと松田さんって東洋コルク工業っていう会社だったんですよね。でそのコルクをですね、こういったところにあしらうってめちゃくちゃおしゃれじゃない、これこうやって開くんですけど、カップホルダーなんですけどね。でここのね下にもここもコルクでしょ。でなんかコルクって温かみもあるし触った感じもいいじゃないですか。でも車の車内で使うために変に傷んだりへたってしまわないようにね、そういったところも非常に工夫が凝らされているんです。だからこういろんなね、マツダの歴史的なコルクだったり、この車特にロータリーエンジンだったりね、そういうものを使いながら新しいことにチャレンジしていく、その象徴のようなモデルと言っていいんじゃないかなと思います。特にこのエディション R はですね、こだわりがすごいですね。この鍵もねエディション R にしかついてこないからね、はい、そういったところが車好きの心を揺さぶるんじゃないでしょうか。こちらの車はですね、ナチュラルモノトーンという新しく加わったグレードの内装になります。基本が、ブラック基調で、こういったグレーのアクセントがついていてなかなかおしゃれですよね。エンジンルームこちらになります。はい、イースカイアクティブ REV と書いてありますけれども、スペック的にはですね、こちらのロータリーエンジンは 830cc、53kW の 112Nm という出力ですね。そしてこれは、まあ、ハイブリッドなので、モーター 125kW、そしてトルクが 260Nm ということになっています。でこのロータリーエンジンは発電専用なんです。この車は走るのは全部モーターなんです。だからそういう意味では電気自動車なんですよね。でその電気、外から充電した電気、まあ、一応107キロ分がなくなってしまったらですね、今度ロータリーエンジンで発電して走ると、そうやって考えていただいた方がいいかなと、分かりやすいかなと思います。ロータリーエンジンで初めて直噴にしました、はい、で今回航続距離を伸ばしたいと、で少しでもエンジンの
を軽くしたいということで、現代の技術で高品質なアルミのサイドハウジングを復活させたということです。こちらはですね、ジルコンサンドメタリックというボディカラーになります。でこれもですね、先ほど、今日ね3台ある車の中で、ご紹介しました、ソールレッドのものとですね、内装色は同じになってますね。でもどうですかね、外反色と合わせてよりねシックな感じで、まとまってるんじゃないかなと思います。というわけでどうでしょう、このマツダのねチャレンジングな挑戦する心がたっぷり詰まりました。この車いかがだったでしょうか。今日はね残念ながら試乗はできないっていうことなんですけれども、このねロータリーエンジンを使ったプラグインハイブリッド、私もね早く乗ってみたくて仕方ありません。いずれですね試乗できるようになった時にまた YouTube の方でご紹介しようと思いますので、そちらの皆さんご覧くださいね。またですね MX30 のもっと細かい、ご紹介は、YouTube の動画の中にありますので、そちらの方をご覧いただけるといいかなと思います。エンパワーメントのね、このハンドルでねここでアクセルペダルとかのようにこう操作できる車のご紹介もしてますので、そちらも合わせてぜひご覧ください。というわけで今日のお出かけはいかがでしたでしょうか。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。また一緒にお出かけしましょうね。またねー。